光電袋光電とは、物色等の葬儀で、死者の霊前等に備える金品を言う。光料とも言う。光の字が用いられるのは、光、先光の代わりに備えるという意味であり、伝とは霊前に備える金品の意味である。通例、光電は光電袋に入れて、葬儀の際に遺族に対して手渡される。光電袋は、葬儀の宗教を、相手の宗始宗派に合わせて使い分ける。 物式の香電袋は、白無地か蓮の花の絵柄が入った包みに、御霊膳、御香料、御香電と表書きし、白黒あるいは葬儀の結び切りの水引きをかける。五仏前は、四十九日以後の法要で用いるのが一般的。葬儀が終わって、個人の霊魂が成仏した後は、五仏前、それまではご霊膳との考え方。ただし、浄土真宗の場合、人は、 死後すぐにフッツになるという思想を持つため、光殿であっても、五仏前と書く。また、京都では宗派に限らず、五仏前と四紅白水引きの結び切りにする。なお、天やフッツは、略字のため、基本的には、天や仏と書く。神式では、紅を用いないため、光殿と呼ばない。白無地の包みに、五霊前、玉串料お酒き料と、表書きし、 白黒あるいは草白の結び切り水引きやの結び切りをかける。キリスト教式では教派によって多少異なるが、白無地の封筒か、お花量の表書きや、白い売り、十字架などが印刷された市販の封筒を用いる。水引きはかけないもしくは草銀の結び切りにする。カトリックの場合には、ゴミ作料と書かれるという記述が書籍等で見られるが、 これは全く誤りで、実際にはカトリックの通夜、葬儀で信者が主に用いるのは決してゴミ作業などではなく、プロテスタントなどと同様のお花量である。カトリックの修道会等ではお花量の文字が印刷された封筒が販売されているが、ゴミ作業なる封筒は販売されていない。カトリック信者以外の一般の参列者もお花料と書くのが望ましいとされるが、 ご礼前やご公伝と書いても特に失礼に当たると考えられることはほとんどない。なお、ごミサ料とは本来遺族が追悼ミサ等を依頼してそのお礼として司祭に謝意を表する際に用いられるものだが、ミサには料金が発生するものではないとの理由から、この場合、ミサご礼などの表書きが一般的に用いられている。キリスト教プロテスタントの福音派では、 異教の偶像崇拝と関係があるとみなされるため、五光殿、五霊禅と書いてはならず、お花寮と書かれる。葬儀代と書く立場もある。どの宗教によるものか不明な場合は、白無地の包みに、お花寮、五霊禅と表書きし、白黒あるいは葬儀の結び切り水引きをかけるのが、無難であるとする見解もある。光殿は、 被相続人の葬儀に関連する出費に充当することを主たる目的として、葬儀の主催者になされた贈与の性質を有す金印であって遺産には属さないと解される現在では、日明けに遺族が香伝返しを送ることも多い。日明けとは、物式ならば49日の法要後、新式ならば50日祭を終えた後である。キリスト教では、気中という概念はないが、 死後1ヶ月後の商店記念日の後に物資などに習って光電返しを送る。光電返しの金額は光電の3割から5割であることが多い。一律に同じものを送ることもあれば光電の額に応じて買えることもある。光電返しの品は食品や消耗品が多いが茶、菓子、海苔、砂糖、タオル、寝具、石鹸、食器など様々である。光電返しには 物式ならば、心差し、意味明けしと、表書きし、白黒あるいは灰色の結び切りの水引きをかける。関西地方では、満中印紙と、表書きし、紅白の水引きをかける。中印とは四十九日のことである。神式では、忍び草、または、心しと、表書きし、白黒あるいは草銀の結び切り水引きをかける。キリスト教式では、記念。 感謝、心差しと、表書きする。水引きは書けない。香典返しには、階層保冷と木焼けの報告を兼ねた挨拶状を同梱する。挨拶状には、個人の改名を記すことも多い。物式の文中に用いられる77記、77日期、77期とは49日のことである。なお、浄土真宗の場合は、49日という概念がない、ため、いわゆる、木焼けは、 35日あるいは57日をもってなされる場合が見られる。ただし、北海道では、改装ご礼の挨拶状と数百円程度の品物が、香電の領収書とともに、通夜の時に渡され、日明け時に香電返しを行うことはないことが多い。その他、伊勢地方では、香電返しを大肥地といい通夜の会場で渡される。伊勢地方はお茶の産地でもあることからお茶をもらうことが、 多い。その他、奈良県の一部の地域や和歌山県では、香典外資の手間を省くため、その場で半額ないし一部金額が返金されるところもある。その返金される金額に2000円紙幣が使用される場合が多い。期限は不明だが、香典に金銭を使うようになって、以降、葬式で集まった香典を盗む香典泥棒が存在する。 公伝泥棒が起こる背景としてなど、多数の背景が存在する。浄土真宗の創跡を持っている俳優の植木等は、主役を演じた日本無責任時代において、公伝泥棒という設定が耐えられなかったのか、公伝泥棒に限りなく近い人物という設定に変更している。公伝は古くは、伝の字を用いるのが一般的であったが、伝とは備え物の意味であり、 公電とは、個人に対する供物であるとともに、不意の事態に遭遇した個人の家族への支援の意味も、ある。そのため、古くは農村部を中心に食料を送って、それを僧侶や葬儀参加者の食事に充てることが多かった。また、汚れの思想が強かった時代に葬儀に携わる個人の親族が人々と接触して、 穢れを広めないようにするために、個人の家族と親族の食料を、あらかじめ用意しておくという配慮があったとも言われている。また、これとは別に葬儀の準備に参加あるいは参列する、地域の知人、友人は、穢れと接触するのを最低限にするために、地域の宿やあるいは食堂を借りて、食事を取り、その食料も個人あるいはそれ以外の一般人と別の、 物を用意してそれは地域の負担として住民で用意した。これを村公伝などと称した。後に、汚れの観念が希薄となると、親族と友人、知人の食事は一緒に行われ、地域によっては地域全体で葬儀を行うようになった。このため、親族以外の公伝もすべてが個人の家族に渡されるようになったと考えられている。また、 個人との真相によって、香電の量も違い、もしを務めない個人の実施は米か麦を一票丸ごと差し出し、さらに先一樽をつける慣習が広く行われていた。これを一俵香電と呼んだ。香電が金銭に変わり、食料がその含物として簡単な供物に変わっていくのは、武士階層では、室町時代、一般庶民では、明治時代以後、一部農村部では、 戦後に入ってからのことと考えられている。枝切りとは香典を渡す際、もしとは異なる親族に対して当てた香典である。単に枝とも呼ばれ、個人の長男が家督を継いでいると仮定した場合、突ぎ先へ入った長女、次女等や分家した次男、三男等に対して渡される。家を出た子息に対しても親を亡くしたことに対する奥みの気持ちを込めたものである。 地域の結びつきが強かった金星において、全国の山村の一部に限定的、三一的に見られたが、現在も風習として色濃く残っているのは、長野県上稲郡の八市町村だけである。この地域では、個人及び、もしとは直接縁のないものが残された子息に対して渡すことが一般的であり、多くの場合、 その子息の友人や所属する職場がその子息本人に当てて、香典を渡す。そう家内であってももし以外に成人した兄弟姉妹が同居している場合、友人や職場からあえてその兄弟姉妹に当てて、渡される場合も多い。個人の孫にあたる成人者がそうかないいる場合も同様である。また、個人の兄弟姉妹に対して渡す場合もある。枝切りに対して渡された香典は、 模種の財産とはならず、枝に書かれた親族の財産となる。このため、香伝帳への記載は、後で枝書きをつけて、明確に区別されたり、あえて記載されず別にまとめられることもある。親族ごとに、香伝帳をしたためる場合もある。枝切りの書き方は、香伝袋の表の右上隅に、様と当てる親族の氏名を、黒字で書き記す。薄墨や筆字である必要はなく、 あくまでも枝が分かればよい。なお、枝切りとなる親族への宛名を記すことを、枝を書くと呼ぶ。枝切りに対して渡された香典の返礼は、母主がまとめて行うか枝切りに書かれたものが行うかは、家によって異なるが、多くの場合、事前に、母子と枝切りとなるものとで、取り決めがなされている。地域の風習であるため、地域外や県外から商工を等に訪れる者にはこの、 風習を理解していない者も,も多く、枝書きがないために親しい友人に宛てたつもりが模種で、ある兄弟姉妹へ渡ってしまうこともある。これらの地域の慣例として、枝書きがない場合でも模種に心当たりがない相手の場合、葬儀の後に親族間において宛先を再配分するのが一般的である。ありがとうございます。